お客さん、お客さん。なんや、寝てもうたんか。相当お疲れだったみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか。ああ、そうかもしれんな。じゃあ、今度は仰向けになってもらえますか。ちょっと枕の準備しますね。ねえ、ったく、何してんねん、俺は。いやー、参った参った。財布忘れたまま飯食うてもうたわ。また忘れ物ですか、店長。おお、先日中か。いらっしゃい。おお、これはお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで、体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね。ああ、そうや。ほう、そない体痛めつける仕事っちゅうも興味ありますな。あれ、店長、ハリーですか、それ。はあ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションでハリー行っとこか思てな。え、本当ですか。お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外ハリ治療やってくれないんです。店長のハリ級だったらお客さんの凝りも良くなるかもしれない。ん、あれ、何の音だろう。ああ、あかん。大事なもん忘れたわ。ちょ、お前、タバコ買うてこいや。私？春やるとき、わしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ？あ、早こうてきて。でも、私だと時間かかりますよ。大丈夫や。それまでゆっくり、このお客はんのツボ、チェックせなあかんからな。じゃあ、行ってきます。おう、気をつけてな。ふん、早よドス取ったらどうや、固めのあんちゃん。こういう状況も慣れっこっちゅうわけが。木村誠さんよ。そんな前どこで聞いたんや。どこもかしこもあるかい。テレクラで引っ掛けた女つこうて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。なんや、ずいぶん余裕やな。近江の鉄砲玉がなんか知らんが、的の店で気抜いとるようなど素人の殺し相手ならなおされ。ん？悪いことは言わん。このままおとなしゅう帰れば見逃してるで。ふん、引く気はないか。ならゴッド&の大サービスや。行くでー。Yeah!
ストハンドとくと味わえや。やるヤンキー。ただの鉄砲玉やと思っとったが、一味ちゃうな。何もや、お前。こっちのセリフや。邪魔すんで。やっぱりちんけなチンピラかい。ちゃんとお仲間呼んどったちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと。取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや。え、リーやと。何言うてんねん。わしが牧村誠や。ああ、何しょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。何やと。あ、せやったら。はい、店長、買ってきましたよ。あれ、店長。まこと、なんやと。おお、ええタイミングや。おかえり、牧村まことちゃん。お客さんですか。おい、さっさと連れてけや。逃げろ、まこと。邪魔すんな、おっさん。おら、おさっとすんな。おら、さっさと連れてけ。くせえ、なんなんやこりゃ。おっと、兄ちゃん、どこ行く気や。ほんまに、あの子が牧村誠なんか。ああ、それがどないした。中華はあれ、何もやねん。あの女は俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねえ。そらこっちのセリフや、ボケ。まあ、あんたも死んどき。逃がしたってくれ。な、
何やと？あんたしか頼れんのや。あよ、あよいかんかい。うっ、余計な邪魔しよって。なんや、この状況は。死体の処理が邪魔くさいけどしゃあない。二人ともそのまま蒼天堀に流したら。覚悟できとんな兄ちゃん。おう、やったれ。